今ゲートオープン1名のライダーがコーススタートゲートで転倒してしまった。北野仁が転倒してしまいましたが、レースの方は流れていきます。赤いヘルメットのライダーが先頭を走っていく。駒でしょうか、駒ひろゆきが先頭を走っていく。7歳8歳クラス、年齢的には一番低いクラスになりますか。その中でもこのライダー28番駒ひろゆきが先頭を走っていきます。続くのは26番山田健志郎。山田健志郎やはりここでも2番手ガッチリつけてきます。そして先ほど転倒してしまった25番北野仁、北野仁も最後まで諦めない走りでリズムセクションをクリアしていく。その中駒ひろゆき、駒ひろゆきが先頭で今ゴールライン通過していく。おめでとう。ついに続くのは山田健志郎、おめでとう。そしてゼッケン29番塩谷慎一郎が3番手あたりで入ってくる。全ての間がゴールライン通過した。